君水での泣きの演技っていうのはご自分としてはどうでした？やりきった演技なのか大変だったなっていう演技だったのか、まあ、映画における本当にあここは大事にしなきゃいけないシーンだなっていう、まあ、ある種そこに向かっていくプロセスも描かれてたので、どうしようと思って台本いただいてそこ読んでから撮影の前日まで一度もそのシーン読まなかったんですよ。泣く、これはなんか普通に、感情を作っていくんじゃなくて、まあ、日記を読むっていう芝居だったので、はい、もう現場で感じたままで、泣けないなら泣けないでいいやと思って、でももう考えるのをやめて、本当に監督にもここは前日まで僕読みませんと、本読みでも飛ばしてくださいって言って、実際こう、まあ、それまで撮影でみなめちゃん、まあ、さくらと過ごした時間も経て、でそのシーンを迎えて日記をこう読んで、台本上では泣いてもいいですかで涙が溢れる、それまでは泣いてなかったんですけど、はい、もう読んで最中にも涙が溢れちゃって、心の底からあ泣くってこれかっていうのがあったし、でも悔しさもあって、やっぱり台本通りではなかったので涙が、なるほど、制御ができないっていう、まあ、ある種その当時の技術でいうちょっとした未熟さっていう、でもなんか自分がそこに持ってったやり方は間違ってなかったなとは思いましたし、それが評価されたことがとても嬉しかったですね。地獄やないや苦しかったですよ、やっぱり。それも苦しかった。あいみょんから曲をいただいて、それが3年経ってこんだけ日の目を浴びるっていうのも嬉しかったし、当時カップリング曲だったことをすごい悔しがってたんですよ。